さ、な緊張しなくたっていいんだよ、芝居なんだから。芝居なんだったら本番の前ダンスの時どうすんだよ。残りなく散るぞめでたき桜花か。やはり侍たる者死ぬ時はこの桜のように潔く散りたいもんさ。そうしてくれよ、4回目は必ずな。江戸っ子の生まれ底だから、お前江戸っ子じゃねえだろっつ。でもさ、桜が潔いのは来年もまた咲くの知ってるからじゃないの。じゃなきゃそう簡単に散らないよ。こら一本孫に取られましたな。当たらずといえども遠からずだ。そう遠からず。背に腹は変えられない。お前本当は意味分かってねえだろ。シート会いたくねえ連中。何つけたまってんの。たまってなんてもんじゃねえよ。そうだ孫、お前俺の代わりにちょっと待ったってやってくねえよ。あたいが、はあ、大丈夫大丈夫、絶対できるから。じゃあな、よろしく頼んだぞ。ゲオセシ悪党め、その恨みを晴らさんがため、我ら親子雨に打たれ風にさらされ、この年月の観覧神父はいかばかり。ここで太田は木器の不木うどんへの花待ちえたる今日の対面、いざ尋常に勝負勝負。武道の意向をもって打ち果たした仇を暴りはしゃらくせい、帰り討ちにしてくれるわ。待ってました。よっよっよっ。おい何やってんだ。ほら早くやれやれ、さっさと切っちゃいなよ。おうおう、ちょっと待った。聞けば亡き夫の敵討ちとのこと、世が太平に流れる折、武士の妻として見上げたお心掛け。ここで見て見ぬふりをしては武士の名折れ、世間の人々にも侍の何たるかを知らしめす生き会だ。及ばずながら我々三名助立ちいたす。ありがたきお申し出ですが、私と忘れがたみ自らの手で。いいか、わしが両腕をぶった切る。おお、お前たちは両足をぶった切る。動けなくなったところでお二人でとどめよ。